アナクシラスはクレティネスの息子でレギオンの選手、ペロポネソス半島のメシニアの出身である。紀元前494年、アナクシラスはサモス及び他のヨニア人亡命者を支援して、選手、スキテスが支配する海峡の向かい側のザンクルを陥落させた。サモス人がザンクルを占領して間もなく、アナクラシス自身がザンクルを包囲してサモス人を追放し、 新しい入植者を受け入れ、自身の出身地の名前からメッセネと改名した。紀元前494年、または紀元前480年、アナクシラスはラバを用いた古代オリンピックの戦車競技に勝利しており、それを叩いてテトラドラクマ効果にその姿が刻印されている2世紀の歴史カッパウザニアスは、これとは少し異なった話を伝えている。 スパルタとの二度目の戦争の後、アナクシラスは、メ・シニアからの難民を支援して、ザンクルを占領した。アナクシラスは、ヒメラの選手テリルスの娘、キリッペを妻にした。紀元前480年、アクラガスの選手、テロンに追放された義父であるテリルスのために、カルタゴの支援を得ることに成功した。テロンとシュラクサイの選手ゲロンがヒメラの戦いで勝利、したのは、 このカルタゴの救援軍であった。アナクシラスは、六里人の打倒を望んでいたが、エピカルモスによると、これはゲロンの後を継いだ、シュラクサイの選手ヒエロン一世に阻止された。アナクシラスの娘は、ヒエロンと結婚した。アナクシラスは、紀元前476年に死亡し、ミキタスを自分の子息の貢献人とした。しかしこの相続体制は1年しか続かず、 レオフロンが選手に座についた。しかしながら紀元前471年にはレオフロンもレギオンとメッセネの市民の反乱によって追放された。この記事には現在パブリックドメインである次の出版物からのテキストが含まれているスミス、ウィリアム、エド、アナクシローズ、ディクショナリー・オブ・グリーク・アンド・ロマン・バイオグラフィーミソロジー。ありがとうございます。